神社のある土地。これは俺の母の実家の集落で起こった話。母の実家である集落はある県の山奥にあるんだが、まさに田舎のモデルケースといった感じの場所で、周辺には昔ながらの駄菓子屋や雑貨屋みたいな店こそ少なからずあるものの、コンビニなんて便利な店は一切ないし、公衆トイレの類もない。さらに未だに水洗トイレではなく、汲み取り式のトイレとか不便にも程がある。ただ、そんな不便の塊のような母の実家ではあるが、それなりに行くのは楽しみだった。その楽しみというのが、山菜などの山の幸。子供時代には虫取りや山の散策といった楽しみがあったが、今は食が一番の楽しみだ。しかし、ある時期から母の実家のある集落の平穏が乱されるような出来事が舞い込み始める。それは外国の人による山林の買い漁り。購入した後に放置するというケースも少なからずあり、なんで日本の山林や土地を買い漁っているのか正直意味不明だった。だって普通は必要だと思うから買うはずだろ。なのにわざわざ買った土地を開発とかせずに放置するとかもはや謎。だから正直俺や俺の家族、そして母方の祖父や祖母も、このニュースを見ても自分たちには関係ないと他人事だと考えていた。でも翌年になってその考えが甘かったと思い知らされることになった。母が、最近両親の顔を見に行けていないから、久しぶりに行きたいと言い出したのが事の始まりで、ゴールデンウィークを利用して母の実家がある山奥の集落に行こうという話になった。ちなみにその時は、俺が仕事を辞めて県外から帰省していたため、仕事をしていないんだから運転くらいしろ、なんて言われて、反論しようもない立場にあった俺は、二つ返事でそれを了承。俺が運転する車で母の実家のある山奥の集落に向かった。つくなり祖父と祖母は山で採った山菜の煮物や、タケノコご飯なんかを振る舞ってくれて、俺たちは田舎ならではのごちそうにした鼓を打っていたんだよ。それで俺が祖母にタケノコご飯がすごく美味しいと伝えたんだが、その直後、祖母は一瞬嬉しそうに微笑んだんだけど、その後、すぐに残念そうな表情になって、でも来年からは食べられなくなるかもしれないね、なんて言ってきた。当然そんな風に言われたら気にならないはずもなく、俺は祖母に理由を尋ねた。曰く、最近外国人の資産家がこの辺の山林や土地を買い始めたとのこと。それで集落近辺の山林や土地の売買契約が進行中で、来月くらいにはその資産家に所有権が移るらしいとのことだった。しかしそれを聞いた俺の脳裏にはある疑問が、周囲の人が困るのになんで売ったんだろう？今までだって土地開発の話とかもあったはず。それなのに土地の持ち主は土地を売らず集落のみんなが自由に利用できるようにしてきたのだから、資産家が土地を買いに来たからといって先祖代々引き継いだ土地を簡単に手放すとは思えない。そんな疑問をぶつけたところ、祖父は一呼吸置いた後、言いにくそうな重々しい口調で語り始めた。祖父によると、土地の持ち主、かっこいい舵主は維持費の関係で、その土地を手放さざるを得なくなったとか。近年、父親が亡くなり家督を継いだのはいいが、事業に失敗して土地を売ることになってしまったと。今までは地域貢献のために山林を開放して、自由に山菜やキノコ、タケノコなどを採取できていたのだそうだけど、資産家に所有権が完全に移ってしまったらもう自由にその山林に入るのは無理だろうとのこと。確かにそうなった場合、無断で個人の土地に入ってしまったら不法侵入になってしまう。その資産家が元の地主のように地域貢献をしようとか考えている人でもない限り、今までのように自由に山林に入ることはできないに違いない。でもそれ以上に深刻な問題があるらしい。それは、地主が売った山林の土地の中に、昔から集落にあった神社の土地が含まれていたとのこと。その神社の神主は数十年前に亡くなったのだが、当時後継者などもいなかったため、親戚筋である地主に条件付きで譲渡することとなった。その条件とは、古来から続けられている神社の祭事を継続し、きちんと管理すること。先代の地主までは神主の遺言を守り、祭事の日のみ同系列の神社から神主を招いて、祭事を継続していたとのことだった。それでその祭事というのが、災害などから守られていることを感謝して、毎年必ず作物奉納の儀を行うというもの。感謝を伝えるための儀式と、村祭りを組み合わせたような形式のものだそうだ。ちなみにそれを怠ると所有者や村に災いを招くと言われているそうなのだが、この科学が発展している現代で、たたりとか神罰とかさすがにオカルトすぎるだろ。まあ田舎なんだから飲酒深い言い伝えとかがあるのは不思議じゃないんだが、どう考えても所詮は迷信の類。祭事をやらなかったくらいで、実際にそんなことが起こるなんて思えない。しかしその思いが顔に出ていたのか、祖父が俺に、信じられんのはわかるが、科学すべて正しいとは限らん。特に田舎ではな。そう続けざまに言ってきた。それで最初は地主の息子も、亡くなった父親や母親の意向に従って、神社の土地だけは絶対に売らないという感じだったそうなんだが、その返答に不満を持った九段の資産家が、それならば他の山林や土地もいらないと、今まで売買契約を進めていた土地などの契約もなしにしようとしたそうで、大地主の息子は泣く泣く条件付きで、神社の土地を売ることにしたという。その条件というのが神社を残すことと、年一回の祭事を行わせてもらうというもの。それでその条件をのみ、資産家側は土地の売買契約を進めているそうなのだが、本当にその約束が守られるかは実際にその祭事の日が来てみないことにはわからない。というのが祖父たちや集落に住む人たちの見解だった。正直、集落に住む人たちが不安がるのもわからなくもない。とはいえ、まだ売買契約が完全に完了しているわけでもない。まだ山に入ることは可能とのことで、その翌日祖父たちと一緒に山に入ることにした。山に入るのは久しぶりだったこともあり、正直タケノコ採取やキノコ等を取りに行くのは楽しみだったんだが、そんな気持ちもある出来事で全て台無しになった。資産家と山で遭遇したんだ。その資産家は山に入っていく俺たちを見るなり、ここは私の土地だから勝手に入るな。そう怒鳴りつけてきた。かっこまあ実際にそう怒鳴ってきたのは資産家の通訳なわけだが、まだ契約完了まで猶予があるはずなのに、何を言っているんだこいつら？一方的にそう言われさすがにイラついたため、契約完了まではまだ猶予があるはずだと迫ると、資産家は土地の売買契約はすでに完了している、と言い出す始末。何が何だかわからないまま、俺たちはしぶしぶ山を降りて母の実家へと帰宅。その後事実確認のため地主の息子に電話すると、まだ支払いはされておらず、来月になりお金が振り込まれた時点で正式に契約完了となるとのこと。つまり、現状においては契約の完了が前倒しになったという事実はないらしい。ということは資産家が一方的にそう言っているだけってこと。これは明確な契約違反ということだ。その後、地主の息子は念のため、不動産屋に確認を取り、その後、中国人の元へと文句を言いに行ったのだが、契約したのだからもう私の土地だ、などと言って話にならず、契約違反であることを詰め寄ると、その分上乗せして払ってやるからさっさと土地をよこせ、と騒ぎ立ててきたという。これにはさすがに地主の息子も腹が立ったらしく、金の問題じゃない。あんたに良識や常識はないのか。そう言ってしまったとのこと。それに対し資産家は、契約を破棄されたくなければおとなしく言うことに従え、などと言ってきたそうで、契約違反をされた以上これは信用に関わる問題だからと、大地主の息子は契約の見直しを提案し、後日、再び不動産屋を交えて話し合いをすることを告げた。そんなわけで例年通り、集落では祭事を行う運びとなったはずだったのだが、祭事当日、地主の息子が準備のため、祖父たちと共に神社の方へと向かうと、そこには明らかに堅気とは思えない連中と資産家の姿が。状況が飲み込めず、地主の息子が資産家を問い詰めると、彼は恥知らずにも土地の所有権を主張し始めたという。当然、契約も成立していないのに、そんなふざけた話がまかり通るはずもなく、地主の息子と集落の人々は断固抗議を続けたものの、資産家とそいつに雇われた面々は誰もこの土地には入れないというスタンスを崩さない。なぜ人まで使ってこんなことをする必要があるのか、嫌がらせとしか思えなかった。で、結局その年の祭事は行えなくなった。そして俺たちが母の実家に帰ってきてから4日目の朝のこと。資産家が10人ほどの人間を引き連れて神社の方に向かっていく姿が目撃され、祖父や地主の息子は何をするつもりかを問い詰めるために神社の方に向かった。俺も祖父一人では心配だったので、急いで後を追うと、怒り心頭の祖父が資産家に対し怒鳴り散らしているところを目撃。だが資産家たちはそんな祖父のことをくだらないものでも見るように一別し、神社へと続いている階段を登っていく。俺は全く状況が飲み込めなかったため、祖父に何があったのかを聞いたところ、彼らは神社を解体すると言っていたという。つまり、立てつかれたことの腹いせに、集落の人間が大事にしている神社を壊そうとしているってことか？あまりにも身勝手すぎる考え方に怒りが抑えられなかったが、止めに行こうにも階段のところには用心棒らしき男が立っている。相談の結果、ここまで来たら契約のことは度外視して、警察に介入してもらった方が良いのではないか、という結論に至った。こうして警察に連絡し、地主の息子、祖父、俺、集落の住民数名で、神社に向かったのだが、明らかに様子がおかしい。なぜか用心棒の男の姿が見当たらず、警察を頼らなくても階段を登って神社に行ける状態になっていた。俺はその状況に違和感を感じながらも、神社の境内を目指し階段を駆け上がる。そして、鳥居を潜ろうとした直後、祖父が慌てて、入るな、と息を切らしながら叫んだ。ここまで来てなんで？一瞬そんな思いにとらわれたものの境内に視線を移した瞬間、なぜ祖父が俺を制止したのかを理解した。その理由は鳥居の先にあるもの。それは、境内で喉を手で押さえながらもだえ苦しむ男たちの姿。その大半が呼吸ができなくて苦しんでいるのか、口から泡を吹きのたうち回っていた。その中で身勝手な資産家だけは症状が比較的軽く、ただ苦しそうに喉を手で押さえていたが、その直後、資産家は何かに怯えるように目を大きく見開き、後ずさりながら口を大きく開き、自分の喉に爪を立てながらかきむしり始める。そんなことをすれば当然喉の皮膚が爪でズタズタになるのだが、よほど苦しいのかあるいは痛みを感じていないのか、ひたすらに喉をかきむしり、最後は白目を向き泡を吹いて仰向けのまま石畳へと倒れ込んだ。その後、祖父や大地主の息子たちが追いついてきたが、この惨状を目の当たりにして、みんな言葉を失い無言となった。それからほどなくして、警官たちも駆けつけてきたが、この惨状を見てはさすがの警官たちも境内に入ることはできず、地主の息子に電話で関連神社に相談。その後、急いで駆けつけてくれた関連神社の神主が簡易的な祭事を執り行い、神を祭り不敬を浴びることで、この怪奇現象は収まった。それと同時進行で、もだえ苦しんでいた資産家たちは救急車で病院に運ばれていった。それで、これは関連神社の神主から聞いた話になるんだが、神社で祀られているのはもともと、周囲に災いをもたらす強力な荒御霊で、それを神に祭り上げたことにより、集落の土地を守る守護神になったのだという。ちなみに集落の土地を守るために、神と民の間で交わされた約束事があり、その約束事というのが、年に一度祭事を行うことだったそうだが、今回の一件でご破算となってしまったため、ご神体を他の土地に移しひとまず神の怒りを鎮めなければいけなくなったとのことだ。というか土地が買い取られたことで、状況いかんではご神体を他の土地に移す予定だったそうだが、資産家が今暴挙に出たことでそうする前にこのような事態になってしまったとのこと。なんであれ、次の日から父が仕事だったということもあり、俺たちはその結末を確認できないまま家に帰宅することになった。それで、これはそれから数週間後に母経由で聞いた話なんだけど、その後資産家の意識は結局戻らず、呼吸困難により苦悶の表情のまま亡くなってしまったとのこと。結局原因は不明のままで、なぜか喉周辺の内部組織が炎症を起こしボロボロになっていたとか。医師曰く、まるで喉に野球ボール大の大きさの何かしらの刺激物が詰まっていたかのような症状だと。念のため、CT 検査で内部の状況も調べてみたが、原因となるものが見つけられず、首をかしげていたという。ちなみに取り巻きたちの症状は軽かったようで、数日のうちに回復し、そそくさと逃げ帰ったと。ただ、警察の聴取に対しては誰一人現場で何が起こっていたのか言わなかったそうだ。もちろんこれに関しては噂の域を出ないのだが、また、資産家が亡くなったということで、土地売買契約の話もご破算となり、地主の息子は現在再び土地の買い手を探しているとのこと。当然といえば当然だが、今回の一件もあり地主の息子は、神社の土地を売る気はないらしい。俺自身、未だに半信半疑ではあるが、科学でも解明されていないことがあるのも事実だから、最近は案外こういったことも否定はできないかもしれないと思っている。